500m の小さな旅、今日は棚倉町にやってきました。私初めての 500m の旅ということで、どっちかというと不安なんですけども、気合い入れていきたいと思います。行ってきます。 JR いわき棚倉駅を出発した富永さん、まずは商店街を目指して歩いていきます。下見て、すいません、突然テレビやってたの。そうなんです、福島テレビの番組になるんですけど、富永と申します。あ、これ知ってますか？500m めっちゃ元気ですねこんにちは。急にごめんね、かわいいですねせっかくですのでおすすめの場所を聞きました。右行けばスーパーの方、はい、して左に行けば関西道さんとか、うんうんうん、どっち行ったらいいんだって俺も分かんないけど右に行くか左に行くかですね、うん、ちょっと私たちも悩んでて、両方行ってくればいいんだ、左行ってみる 500m だからな大丈夫、やっぱりそこで関西道さんにもちょっと行ってみようと思います、ね、はい、その教えていただいた関西道という店を目指すことに。あれですね、すぐ目の前にありました、関西道さん。なんかピンクの建物で可愛いですね。そしてちょっと気になる看板を見つけました。究極の美味しさ、いちご大福、気になりますよね。ちょっと行って行けるかな、はい、入りますねこんにちは。富永さん初の取材交渉、果たして大丈夫でした、はい、ということで、はい、いわき棚倉駅から徒歩3分ほどの場所にある昭和14年創業、老舗の和洋菓子店関西道。和菓子洋菓子合わせて50種類ほどのお菓子を販売しています。中でも気になったのは、究極の美味しさと看板に書かれていたいちご大福。こちらに、はい、並んでるのが、そうですね、あ、緑色ですね。そうですね。いつぐらいからある商品なんですか、これは。もう35年以上前からずっと変わらず人気ナンバーワンでやってます。あの白あんと粒あんと草もちと、あの切った断面が40になるように作ってるんですね。なんと多い日には1日500個も売れるといういちご大福。富永さん早速パクリ。もちもちですね、皮が。そうですね、お餅ももち米からひれづきでついてるので、あの最初に草餅の風味がふわっと広がるんですけども、あんことみずみずしいいちごが後から味わいが出てきて、まさに美味しさの40層っていう感じですねありがとうございます。早くに売り切れてしまう場合もあるので、電話予約をして来店するのがおすすめです。今135メートル指してます。まだまだあるので、どんどん歩いていきたいと思います。なんかお店が和田って書いてありますね。メガネ、補聴器、宝石、時計、楽器、ちょっと見てみますかね。お邪魔したのは関西道と同じ通りにある、こちらも老舗、大正元年創業の時計やメガネ、宝石などを販売している和田時計店。店を切り盛りするのは4代目のひろしさんです。ちょっとね、おすすめの商品がこちらにあるので、はい、どうぞこちら見ていただいて。これはどんな商品なんですか。生地はね、会津木綿の生地を使った、あの腕時計のベルトを、まあ、自分のところで当店で、まあ、作って販売してるんですけど、はい、和田さんは若手の経営者を集めた奥州棚倉商店という団体を4年前に立ち上げ、地域を盛り上げるために意見を出し合い、新商品の開発などを行ってきました。
その一環で棚倉町で着物や和雑貨などを販売している呉服店塩商とコラボし、会津木綿を使った腕時計ベルトを開発したのです。会津木綿だとね、いい具合にね、水分も汗とかも吸収してくれて、非常に肌触りよくて、こう違和感なくつけられていただいてますね、うん、赤いベルトに惹かれた富永さん、試着させてもらうことに。すごい、でもこうパッと明るい色だとつけてるだけで気持ちが上がりますね。でしかもつければつけるほどなんか馴染んでいきそうな感じがします。そうですよね、柔らかくなるような、どんどん自分の型になってくるんで、コラボ商品だったり、新しい販売の仕方だったり考えて、どんどん棚倉、町内はもちろんですけど町外に発信していきたいなと思ってます。腕時計ベルトはセミオーダー制になっていて、こちらの7色から選ぶことができます。ネットでも販売しているので、気になる方はアクセスしてみてください。こっから最後におすすめの場所を紹介していただきました。歩いてもらうと竹の屋さんというところなんですけど、ちゃんぽんがすごく有名で、美味しくて、こう、町外の方も食べに来られたりするお店なんで、ぜひ。残りおよそ250メートル、和田さんに紹介してもらった竹の屋を目指します。あ、すごい立派な建物が見えてきました。大きいですね。そしてお食事処、宴会処、竹の屋さん、ここです。ありました。いわき棚倉駅から徒歩10分ほどの場所にある竹の屋。先ほど和田さんからご紹介いただいて、ちゃんぽんめがけてやってきたんですけれども。あ、そうですか、ありがとうございます。やっぱりちゃんぽんが有名なお店なんですか。はい、はい、そうですね。私の母が、長崎出身、九州の長崎出身ということで、それで始めたメニューになってます。地元の味そのままではなく、こちらの棚倉の人にも舌に合うような、そういう形でお作りしております。鶏ガラ、白菜、キャベツ、人参、生姜、ニンニクを5時間ほど煮込んだ鶏ガラスープ。ここに豚や牛のげんこつ、鶏ガラ、魚介のうまみをプラスし、2日間も炊き上げたちゃんぽんのベース、さらにたっぷりの野菜などを合わせます。こうして手間暇かけて出来上がるのが、竹の屋の名物、ちゃんぽんです。あ、しみる。思ったよりもあっさりしてるんですけど、しっかり魚介の出汁が効いてる感じがします。もう芯まで温まる感じです。そのスープの取り方なんですけれども、いかにその動物性の癖を抑えるか、魚介の癖を抑えるか、それでどういったその配合をするかっていう、そのブレンドの配合ですね、それに一番気を使っております。麺は太めのちゃんぽん麺ではなく、福島の人には馴染み深い縮れ麺を使用しています。縮れ麺にさっきの出汁の効いたスープが絡まって、もうすするたびに美味しいっていう感じで幸せをいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。こだわりがぎゅっと詰まった絶品ちゃんぽん、皆さんもぜひ味わってみてください。500m の小さな旅、今メーターを見てみたら 515m ということで、ちょっとはみ出しちゃったんですけども、その分だけたくさんの人との温かい出会いがあってよかったなと思いました。初めての旅だったんですが、この短い 500m の中にいろんな人の思いやストーリーが詰まってるんだなと実感する旅でした。とてもいい一日を過ごせたと思います。次回はこの場所から酒井さんが旅をするということで、どうぞ皆さん次回もお楽しみに。